アウディの A4 アバントの2017年式です。ホイールがトヨタの GR スープラの RZ グレードのホイールを純正流用してるんですけども、スープラのリアホイール 10J を4本通しで履かせています。でセンターキャップをアウディのエンブレムのものに変更して取り付けてます。足回りがエアフォースさんのスーパーパフォーマンスキットを取り付けさせていただいて、施工していただいたのはカーブベース0083の方で取り付けセッティングの方をしていただきました。リアもフロントと同じく GR スープラのホイールを履かせています。まあワゴンなのであえて実用性を考えてあまりキャンバーはつけずにナチュラルなままで履かせています。外装はグリルの方をグロスブラックのメッシュのものに変更しています。これからはフロントとサイドにリップをつけたりして、あとマフラー純正なのでちょっと静かすぎるのでマフラーも変えて遊んでみたいなと思ってます。